はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は10月24日土曜日、時刻の方は14時45分です。あー、光っちゃったね、見える？はい、そんなわけで今回はこちらになります。スマホタブレットスタンド、高さ角度調整可能を紹介したいと思います。今回の商品はこちらになりますね。もうこういうのを、ね、提供いただくとワクワクしちゃうよね。やったーって感じでね。今回の、ね、商品なんだけども、角度調整、高さ調整できるそうです。ちょっとこれね、あの商品先に開けちゃおう。今回はね、よいしょよ、ね、これさっき届いたの。これまだね、届いたばっかです。よいしょはっ、ね、はい。パッケージはこんな感じ。テラリン、ね、日本語はないんだけどもね。はい、じゃあ開けてみましょう。よいしょっと。およおおほほほほ、結構あれだね、くっついてるんだねこれね。よしよし、はい、いくよ。せーの、でーん。おー、中身は何にもないね。はい、何もありません。商品のみね、もうシンプル、ゴミを出さないエコだねこれね。はい、そんなわけで、もう地球に優しい、環境に優しいね、スマホタブレットスタンドになります。はい、大きさとしてはね、手のひらに乗っかってしまうサイズだね。ちょうどね、この手のひらサイズってまあこんぐらいかなね。なんとかかむってあったよね、こういうのね、手のひらサイズで。はい、こんな感じになってます。で、これね、270度の角度調整が2段階でできるということで、今現在こうぺっちゃんこなんだけども、はい、270度、ビヨーンとここまで開くことができます。そしてこっち側も270度までビヨーンですね。はい、このように開くことができます。これどう考えても、これあれだね、スマホを引っ掛けるところだから、これはこうだね、こうだね、こうして、まあこれで角度調整ができて、あと高さ調整はこうだね、こうだね、うん、ここにあのほらね、ブランドの名前があって、で裏に滑り止めがあるので、こうやって置くんだね、これだね。はい、スマートフォンを置くときはね、こんな感じで、でこう角度調整、これ大体ね、はい、もう垂直、垂直、ちょっと前のめりになってるから、だからほぼね、ほぼ垂直からね、こうしてぐーんと、お、水平まで行っちゃうんだ。あのバックドロップだねこれ、後ろまで行けちゃうんだねこれね。まだ行けるんじゃないのか、ここまで。あ、そうするとこうやって、あのこうやって使えるんだね、バックドロップだね、ほんとね。あ、脳天体が悪いじゃないけど、頭から落っこってるね、これね、完璧にね。はい、こんな感じで、いや、ここまで自由に、よいしょ、ね、角度調整をすることができます。びっくりだね。で、合わせてこっちもこんなに動くので、もうこの自由な高さで、自由な角度で、ね、この高さも、こうしてやれば、こう、低く使えるよね。で、こう、こうすれば、もうほぼ、ほぼ水平、ほら、ほぼ水平ね。角度がもう微妙についてる。この状態からね、このぺっちゃんこの低い状態からの、からのね、角度調整を、よいしょ、こうしてね、ちょっとずつちょっとずつこうして行って、この低い位置からね、ここを調整すれば、こう高い位置まで調整できると。これひっくり返ったけどね。はい、ひっくり返さないようにしましょう。はい、このように自由自在に調整することができます。で、元気なおじいのファーストインプレッションとしては、ここのね、ここ、このくにゃっとこう曲がるところが、これがね、すごいテンションがいいね。軽すぎず、重すぎずって感じです、ね。いや、これね、いいね。こういうのね、おじい持ってなかったんだよ、実は。角度調整できるやつ。欲しかったんだよ。で、ちゃんとね、ここ立てかけるところもね、ちゃんとグリップがあるし、この後ろのところにもね、グリップがあるね。親切設計。
そしてね、裏側にもほらね、しっかりとついてるね。まあいろんな状況を想定して使うことができるってことなんだね。これはね、素晴らしいね。で、こうしてあの横置きにしても使うことができるので、なんと、はい、これ iPad ね、この iPad にも使えちゃう。びっくりだね。ほんとこんなに小型でコンパクトなのに全然大丈夫だし、これ角度調整できるからバランス調整ができるってことなんだね。じゃあこれね、はい、横にしました。全然大丈夫ってことで、これいいねここに置くと、あ、後ろちょっと見えなくなっちゃうね。ということで、じゃあスマホをね、ちょっと横にしておきましょう。はい、そんな中で角度調整が2段階270度ね、くにゃくにゃ曲げることができます。で、滑り止めデザインね、しっかりとグリップしてくれています。すごいでしょ、ほらグリップグリップね、重たいとは何でしたか、もうほら結構なグリップで、こんなにねグリップしてるのでね、ほらこんなに斜めってもどこまでいけるのかな、よ、お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 、ここら辺でやっとちょっと動いてきたかなね、こんなに耐えることができます。すごいね。はい、そして、折りたたんで持ち運びに便利だよってことで、はい、こんなにコンパクトになります。はいね、ポケットにシュッて入れてもいいしね、ここら辺にね、こうちょっとこう引っ掛けてもいいよね。グラサンクッてこう刺す人いるでしょね、スマホスタンドここにクッてこう刺すのが今後のトレンドになるかもしれないね。はい、そんなわけで折りたたみでも持ち運びも便利。そして、V 型のニューデザインということで、 V 型の、おおおおおおこれ V 型、あ、これ後ろについてる、これおおこんなギミックがあったの、え、あ、そういうことか、すげえな、これこれこれ、こうだと長いやつ、長いやつね、こう斜めった時に後ろにこう行くかもしれない。まあ一応ここに引っかかってるけど、でも一応こう背中を押さえてくれるんだね。いや、すげえな、これ、そうなんだ、あー、すごいすごい。じゃあちょっとこれ iPad をじゃ縦にしてこうしてつけた時も、あー、すごいね、この後ろにほら見てみてね、後ろにしっかりと V で支えてくれるね。これがあるとないとでは全然違うと思うよ。この角度はもうギリギリだと思うけど、これがもしなかったら、まあ、なくても立ってるけれども、でもないよりはあった方が確実だよね、これね、うん、いや、いいね、活躍してるね、これね。はい、びっくりした。そんなわけで V 型のニューデザインで、結構ね、大きなものもしっかりとがっちり支えてくれるんだね。すごいね。で、細部までこだわる。厚さが14ミリ以下であれば利用可能ですということで、最近やっぱごついね、ゲーミング用のスマートフォンだと厚みがあるよね。あとほら、落としても丈夫なタフネスモデルってあるでしょ。あれも結構ごついよね。そういうところも考慮して、はい、14ミリまで対応してますよ。これ今ね、カバーかけてあるんだけど、それでもね、まだまだいっぱい余ってる。ね。なので、細部までこだわっていますよってことなんだね。で、まあ、様々なシーン、映画、動画鑑賞、音楽鑑賞、電子書籍、キッチンでネットサーフィン、ゲーム、テレビ電話、会議、ね、移動中の新幹線や機内、出張先のホテル、休日のカフェなどね、これ1個、気軽に持ち歩くだけでね、いろんな用途に使えるよってことなんだね。これはね、確かにめちゃめちゃ便利だね。私すごい気に入りました。これはね。はい。そういうわけで今回紹介した、こちらのね、スマートフォンとタブレットスタンド。これだ。いいとこのポイントを全部まとめてみました。はい。まあ、おじいがまとめたわけじゃないけどね。これ Amazon のそのままなんだけどね。はい。ポイントは全部で9つあります。ポイント1。デザインがシンプルで使いやすさが抜群。ポイント2。最強度航空機用アルミニウム合金を採用し、おしゃれで耐久性が抜群、丈夫な素材。3番目、
角度は270度まで調整できる、ね、ポイント4、4インチから10インチまでの幅広いサイズに対応できる。5番目、デバイスを縦横どちらの向きでも利用可能。6番目、充電しながら使えるから安心ってことで、そうだね、これここのとこがね、思いっきりほら空いてるので、なのでこのスマートフォンをこう縦に置いても充電できるよね。横に置けばもちろんできるし、で iPad ね、 iPad ももちろんこのようにね、真ん中にちゃんと置けば充電することができます。これがなかなかできないやつって初期の頃いっぱいあったんだよね。はい、次ポイント7、折りたたみ式で収納や持ち運びに便利ね、便利。はい、そしてポイント8、一体式のスマホスタンドで取り付け不要ってことね。そうだね、これ全部がもうオールインワン一体式になってるので、どっかにこうなんか引っ掛けたりとかね、くっつけたりとか、そういうのが不要だよね。これ1個だけあればいい。はい、そしてズレ防止の滑り止めパッド付き、安定性も抜群ということで、こんなにいっぱいね、こっちにもこっちにも滑り止めがくっついております。はい、これがね、今回紹介した V 型スマホスタンド、タブレットスタンドを選べる理由9つのね、魅力でございました。そんなわけで、ね、今回紹介したものはね、Amazon を見てみるとお値段の方は1099円となっております。今回紹介したものはカラーはブラックを選びました。おじいはね、でブラック以外にもね、こちらを見ていただくと、はい、シルバーもありますね。ブラックとシルバー2色から選んでいただくことができます。そしてね、1099円でも随分ねお値段がお安いなと思うんだけども、今回はねこちらの商品タイムセール行うそうです。タイムセールね。でタイムセール価格はなんと679円になるそうです。でタイムセールの、ね、日時なんだけども、2020年10月の25日ということなんで、今日が24日なので日曜日、明日です、ね。25日の午前10時45分から夜の22時45分までね、この12時間の間タイムセールを行って679円でゲットできるそうです。ただし送料が無料ではないですね。なのでプライム会員の方はこの679円で送料がねもう無料で来るんだけども、プライム会員になっていない方は2000円で、なんか別のものも買って2000円超えないと送料がね0円になりませんね。そこのところだけお気をつけいただきたいと思います。で、まあ、今回のタイムシェルね、かなり時間が短いので、この動画後から気がついたよとかだね、どうもしませんね。はい、そんなわけで今回はこの便利なねぺちゃんこになるスマートスタンドね、紹介させていただきました。Amazon のリンクはね、この下にあるので、ぜひご覧になってください。スマートフォンで見てる方は、この動画のタイトルがすぐ下にあるので、タイトルをクリックしてもらうと、Amazon のリンクがビヨーンって飛び出てくるんでね、直接ページをご覧になっていただければなと思います。というわけで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またね、バイバイ。